やっていこうということで、はい、スイング実践もしやってみる。9割取りたいんですよな、坂上さん。ああ。ちょっと問いを自信ないな、うん。はい。出ましたね。そうで始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、はい。まだ名無しの男なんだな。今回なんですが、まあ明日共通テスト模試なんですよね、これ ね、撮ってる時。ちょっとじゃあ、やっていこうということで、はい。はい、1ヶ月で攻略、大学入学共通テスト、英語リスニングやっていきたいと思います。はい。まあリーディングはね、あるんですけど、ちょっとこちら今現在売り切ればっかりで、ごめんなさいっていう状況なんですが、こっちだったら30分で、こっち80分になっちゃいますね。ちょっと80分飛ぶのはなかなか時間大変なんで。こちらやっていきたいと思います。どうですか、リスニングは。リスニングは一応自転車で塾とか行くときに、うん、まあ、ターゲットの例文みたいなのを聞いて、ほうほうほう、のとあと、まあ、これ、うん、毎日、うんうん、まあ、30分ぐらい、そういうことね、なるほどね、やって、まあ、20日で完成させ、一応一周はしてるんですけど、はい、うん、どの程度できるようになったのか見ていきましょう。じゃあやってみましょう、実際。はい、明日申し寄り緊張しますね。誰も目の前には映ってないから大丈夫だよ。でも50分とか取ったら流れちゃう。そう、これ何割ぐらい取れてたら。いや、今の実力は分かんないから何とも言えない。ああ、じゃあ11月のその27日に準1級があるんで、うんうん、あ、いけるの。そこでリスニング、まあ、7割は取りたい。でちょっと CBT なんでライティングを検索してくれるなら書いてきます。検索、ね、うん、してくれるなら書いてくる。めっちゃ上から書いてくる。検索してもらえるなら書いてきます。違う、それも同じで言い方書いただけで上から目線は変わんない。検索していただきたいんですけど、だからそれ検索していただきたい。検索してもらえるなら持ってきますけど、めちゃめちゃ上から目線。でも始めちゃっていいですか。はい、始めてくださいとか、まあメンバーシップかなんかでその30分まるまるは流しますから、と言ってる資料には。はいですか。はい。まあ、ここでは短くなってますけど、はい。両耳つけなきゃ。ちょっとあの、右のイヤホン壊れてて、ちょっといつも左耳で練習してるの。ダメだよ、そんなことしたら本番に悪いよ。え、ダメですか。よくないよ。壊れてなんかジーって音するんですけど。ノイズ音みたいな。本番に近づけなきゃダメだから、片っぽだけで聞くとかよくない。解放されて聞きやすくなるみたいな。ない。ナイス。どうすんの、本番だってできないよ、それ。ノイズ立てらんないじゃん。もう動画編集もできないじゃん。はい、やってください。終わりました。はい、終わりました。はい、どうですか、自信のほどは。ちょっと問い5、うん、自信ないなみたいな。なるほど。問い5と3がちょっと怪しくて。怪しい。取れないとこもあった。ああ、なるほどね。リスニング実践模試、それではやっていきましょう。とまず第1問 A からいきますね。はい。4ですか。はい。結構合ってるね、実践模試。問い2ですよ。違うよ、こっちがちゃんと。あ、あっちです。あった。はい、1問目から間違っちゃったもん。そうっす。はい。はい、はい。1、はい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 、第4問、えい。18から21はそこは全部正解で4点だね。18から21、大丈夫ですね。第5問。で、第6問、B に入って、はい。いや、結構、初手やっちゃったっすね。あー。はい、じゃあこれで計算してください。いや、と回転でかいっすね、最初。あ、いや、本当にあれなんだね、いかにこういうものをやってきてなかった人だかすぐ分かるね。はい、バツついてるところだけ引きゃいいんだよ、点数。ああ、そう、足してったら時間とんでもなくかかっちゃう。いや、ちょっともう足しちゃったんで。いやいやいや、いい時間との戦いなんですよ、大学入試っていうのは。ちょっとじゃあ、まあいいね、無駄を省くってことが大事だから。残りました。はい、出ましたね。ちょっと思ったより低かった。思ったより低かった。はい、っどっちの計算の方が早かったのか、プラスとマイナスのどっちが。マイナスの方が早かった。はい、うん、66 66、10、14、23、ちょっと紛らしいですけど、マイナスがついてるやつだけど、531、OK です。はい、ということで66点。いやー、まだ全然じゃん。いや、そうっすね、まあでも。いや、もう初手間違ってたからな。ここも1回しか聞いてないんですよ。あの、ちょっと見てもらって、もう1回聞いて、
で、あの次のも、あ、絶対これやみたいな。ああ、いや、実力がないでやっちゃうとそれは危険だね、当たり前だけど。いや、でも結構革新級に絶対これやみたいなあったんですよ。うん、いや、でもとか言うとまた根かかれるんだよ、また、ね、すいません、やっぱり言い訳すんなみたいに書いてくるんだけど、まあ、はい、見せてよ、そういうの、はい、あ、内容ね、はいはい、はい、で、どれを選んだの？2番っす。 The seeker is eager to eat some rice balls。 なんで？なんかお母さんに、ちょっとライスボールくれよみたいな、なんか、うんうん、でもなんか、ちょっとなんか、まあ、お腹空いてんだよみたいな言ってた気がするんですけど、うんうんうん、なんか今思い出してなんかスティルって聞こえたような気がしたような気もしていきました、うん、ボールとバールは違うものだね。ボバールっていうのはこれはおにぎりだよ、はい、でも本文中で言ってたのは another bowl of rice だからライスボールじゃねえよ。ボールどうですか？もう一杯だよ。ああじゃあよ、あ、そうですね、じゃあ違うよ。Bowl of rice と rice balls は全く別のもの。ちょっと、はい、そうですね。最後まで読んでなかったのがダメだったんですかね。違う、ダメ。勝手に解釈しちゃってる。The bowl of rice を知らなかったってことでしょ。ご飯いっぱいっていう表現を知らなかった。知らなかった。ほら、そういうことじゃん。だから最後まで読んでたか関係ない。そうじゃない。できなかったのは表現を知らなかったから。はい、という感じで、ね、表現をちゃんと知っていかないといけませんね。やっぱりまだまだ序盤でも相当間違えてるし、次やばいっすね。絵で間違っちゃったの？絵で2音間違えてます。うん、ダメですね。問題は出せないですけど、この著作権上出せないから、はい、いやまだまだ必要だと思いますね。そうです。なんで、はい、ぜひね、これ持ってる皆さんねはい、負けないように、間違えたやつこれちょっと貼っときますので、どの問題できなかったっていうのをちょっと汚くなっちゃって、しょうがない、貼っておきますので、ぜひ参考にしてもらってですね、参考になるのか分かんない負けないぞというふうにね思ってやってもらえればいいんじゃないかなと思う。はい、はいはい、じゃあ、まあ明日の模試ではね、ちょっとこれじゃ困るので、はい、ちゃんと復習してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、共通テスト勉強やってんの？ちゃんと。いや、この1ヶ月シリーズだけです。だけか。なるほどね。でもどうなるかやってみてください。9割取りたいんですよ、うん、あの坂上さんみたいな。ああ、やってみたいにってことね。はい、うん、まだ全然無理でしょ、当たり前だけど。この問題6割しか取れないな。はい、そうですね、まあ。まあまあ、そう簡単にリスニングってできるようにならないから、すぐにボンと上がるものではないんで。毎日聞いて。そうね、表現覚えて聞いてって感じね。単語帳は終わってるでしょ、だって。単語帳はターゲット、さすがにターゲットは終わってますね、はい、で、そうそう、聞けるように訓練していくことが大事ですので、はい、ってくださいということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いきました。さあ、安全の高っていうと61点ですね。はい、なるほどね。まあ、まんべんなく取れてないね。やっぱ第1問、第2問でも取れないんだな。まだまだってことかな。